豆乳とバナナで作る美味しいアイスはいかがでしょう。でもね、とっても低い、ハードルの低い簡単なアイスです。皆さん一緒に作りましょう。さあ、材料はこちらです。冷凍したバナナを 250g 切って冷凍しておくととっても楽ちんです。お好みでカカオニブやココナッツを入れていきます。豆乳を 40g くらい状態で加減してください。フードプロセッサーに入れて蓋をして、最初は寸胴でビッ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 とかけていき、その後ある程度大きさが小さくなってからビーッと長押ししていきます。あれ、まだまだつぶつぶですね。ちょっと側面に冷凍したバナナが上がっちゃうので、ここで一手間にゃーということでですね、側面を落としてからもう一度ミキサーにかける、にゃーということでですね、かけていきますね。これね、プリンセスいつも雑なんですけれども、もうアイスを、美味しいアイスを食べたい根性はね、食いしん坊の欲は深いので、ここだけは丁寧にやります。さあ、皆さん見てみてください。動体視力がいい方はとってもクリーミーに仕上がってませんか。もうね、よく見すぎると目が回っちゃうので、一瞬だけ見てください。パッと、じゃん、わー、とろーんとしたですね、ジェラートになってるんですね。これをしっかり固めるとディッシャーですくえるようなアイスになります。安心してくださいね。もうね、たまらない、この出来たてが。私はミリーがいいわという方もいらっしゃると思うので、タッピングでみんなの好みに合わせて遊びたいと思います。ほい、グラスは冷やしておいた方が美味しいですね。これね、最後混ぜます。私元ジェラート職人なんですが、こちらよく混ぜると均一でクリーミーで美味しいんです。冷やしたグラスに入れていきます。冷えてないとすぐ溶けてしまうので、ちょっと食感が変わってもったいないです。アイスは食感が命です。ちゃん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 、楽しみだね。今日はジェラートよりのアイスです。滑らかな方が好きだったのですぐ食べちゃいました。というよりもせっかちだからかな。ここからは楽しいトッピングです。ココナッツ、ローストしたココナッツをトッピングして、あ、プリンセス落としてる。もうね、ほんとポロ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 いつも落としちゃうんですね、不器用。そしてベリーをトッピング。もうね、絶対ベリーとね、ココナッツとカカオニブ、もうね、これ3種類あればどちらかにハマるかなと思って用意してます。甘いものが好きな方はとろーっと蜂蜜をかけてあげてください。どうでしょう、いかがでしょう。できましたね、ハワイアンなグラスにのせたり、ダブルウォールグラスにのせてベリーバナナアイスもね、相性抜群、ベリーとバナナは。そしてココナッツナッツ、ちょっと癖が好きな、あるものが好きな方におすすめ。もうね、アイスパーティー皆さん一緒に楽しみましょう。ご視聴本当にありがとうございました。リリークッキングのプリンでした。